はい、どうも、大河です。というわけで本日もですね、独断と偏見と、カー的根拠をもとに解説していきたいと思います。本日のテーマはですね、話す価値なし、アホの口癖トップ5ということでですね、いくら説得しようと、ちゃんと筋道立てて話そうと、 すべての時間を無駄にしてくるやついるじゃないですか。で、こういう、そもそも話す価値がない人を最初から見抜いて、まあ、その人を説得しなくていいようにするとか、関わらなくていいようにするってすごく重要なんですよ。なんでかって言ったら自分の時間を守れるから。はい。いろんな過去のね、名著とかを見ても、やっぱり、そのいかにアホと関わらないかっていうことが、人生における大事なポイントになってくるんですよ。というわけで今日はですね、そんな、話す価値がない相手の見抜き方をご紹介したいと思います。第5位。第5位は、私には関係ないから。 これすぐ言う人ですね。はい。え、これ何かってですね、これ悲願効果っていうのにハマりやすい人の特徴でして、要するに、ね、人間って誰にでも起こり得るんですよ。ほとんどのことは。そしていつか起こることは必ず起きるわけなんですよ。だから普通は起こる可能性を考えて対策しないといけないんですね。でもそれを皆さんがさ、相手にこう言うじゃないですか。いやでもこういうこと起,こる起きるかもしれないからさってって、え、でも私関係ないからみたいなふうに、こうすぐ起きそうなことなのに対策しないもう現実逃避する。 もう悲願に行くってことですね。はい。で、この自分には関係ないっていうことを言うことが多い人っていうのは、まあ、基本的には皆さんが立場悪くなった時に多分助けてくれません。私には関係ないって言うんで,で。あとはリスクを取らないです。リスクを取らないで他人がリスクを取るのにぶら下がったりとかする、あの人が多いんですよね。で、ところが自分が問題を起こした時には何もできないんですよ。関係ない関係ないって言ってから、何も対策しないから。そうすると皆さんに潮寄性が必ず寄ってくるので、これ、あの、話す価値はないですね。かからなくてよろしいと思います。はい。というわけで第5位は、えー、私には関係ない。悲願効果 にハマってる人でした続いていきましょう。第4位です。はい。第4位は、それは違くて、口癖ですね。はい。これ何かっていうと、自分の信念と矛盾する意見を受け入れない、柔軟性の低さがここに出てくるんですよ。でもからこう始まったりとか、その別にでもじゃないんですよ。でもじゃないし、違くないのに、あの、でもとか、それは違くて、とか、 違くて、みたいな風に入ってくる人ってのは、非常には柔軟性がない人が多いんですよ。だから、まあ、あんまり話してもしょうがないかもしれないですね。こういう人はね。これ、拡張バイアスっていう、バイアスにはまりやすい人の特徴なんですよ。人間っていうのは基本的には、こう、自分のこう考え方とか、自分が信じていることを、こう、補強するような、補完するような、そういうですね、意見しか受け入れられないでっていうバイアスを持ってるんですよ。だから、矛盾する情報とか、自分が信じていることの真逆のことが提示されると、こう、拒絶するっていう、そういう傾向があるわけなんですね。で、これは、 なんで話す価値がないかっていうと、皆さんが何を話してもどうせ相手は変わらないからです。むしろ、相手のためを持って、相手と逆の意見を言えば言うほど、相手はどん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 殻に閉じもるし、どうせ言っても聞かないから時間の無駄になっちゃうわけなんですよね。なんで、この違くて、とかでも、から始まってくれ人とは、会話しても発見もないし、お互いの関係に発展もないので、あの基本的には話す価値なしということですね。第4位でした。続いていきましょう。第3位でございます。第3位は、常識で考えたら、常識的には、普通は、 これですね。はい。常識という名の偏見にこれ固まった青です。はい。これを言う人っていうのは。これですね、固定観念が強い人がよく使うんですよ。そもそも常識とか普通なんてこの世の中どこにもないわけですよ。時代によって。 常識っていうのは全然変わってくるし、やっぱり世代、まあ年齢、国とかによって全く変わってくるんですよ。なのに、自分が信じている自分にとって都合のいいことを常識ってはめ込むって人がいて、だからある意味彼らが信じているのは世の中の常識じゃなくて自分だけの偏見なわけなんですね。で、こういう人っていうのはですね、固定マインドセットっていうマインドセットを持ってる可能性が高いです。固定マインドセットは何かっていうとですね、自分の考え方とか、あの人間の能力とか、性格とかってものが固定されていて変わらないっていうふうに思ってる人が、 お手前ののセットが強い人なんですよあのほら子供が YouTube やりたいとか SNS でいろいろやりたい勉強したいとかね最近ちょんまげ小父さんみたいなそこら辺の大人よりもはるかに稼ぐ小学生とか中学生かのチャンネルとか出てますけれどもああいうの受け入れられないんですよいや YouTube なんか何年も存在しないからみたいなことを言って子供のねその夢とか挑戦を止めようするんですよ常識的に考えろみたいな普通はとか言ってはっきり言いますけれども登録者100万人超えたんだっけ彼らはね 100万人を超えるレベルの、こう、大当たりみたいなものとかを経験できる大人なんかほとんどいないから、ほとんどの人たちは大人のふりして何にもチャレンジしないで、常識という偏見にこれが固まって一生生き続けるんですよ。だから、そういう人と付き合っちゃうと、皆さんも影響を受けて、自分の常識、彼らの常識の中に閉じ込められちゃう可能性があるので、会話すればするほど損するんで、会話しない方がいいと思います。はい。というわけで第3位でした。続いていきましょう。第2位です。第2位は、俺の経験だと、 っていうタイプですね。はい。これ何かっていうと、すぐ自分の経験を気合に出してくる人いますよね。まあ、経営者とか成功しちゃった人とかね、中段ダに成功しちゃった人ってこれ多いんですけれども、これ何かっていうとですね、あの、自分の経験とか、もっと言うと最初の印象とかを過度に重視してしまう、アンカリングフォーカットにハマりやすい人が結構使いやすい言葉なんですよ。これつまりどういうことかっていうと、彼らは自分の経験が全てだと思ってる。あるいは自分が最初に受けた印象が全てだと思ってるんですよ。だからだいたい自分の経験をもとに、 物事をその全部判断してこようとする人とか、自分の経験がすごい。だから君が言ってることは間違ってるみたいなこう上から目線で言ってくるおじさんとかおじいちゃんとかおばちゃんとかおばちゃんとか言うじゃないですか。挨拶さてってのはそもそも彼らの経験が今の時代に活かせるかどうかわかんないんですよ。わかんないから本当に経験を使える人っていうのは自分の経験だとこういうことがあった。でも今は時代が変わっているっぽい。じゃあ自分の経験の中で今の時代に使えるものは何だろうなっていうふうに考えて、で、この自分の経験を変化させていくんですよね。 これがすごく大事で、こういう適応力がない人っていうのはですね、話せば話すほど、皆さんも時代遅れの経験とか知識に縛られちゃうので、まあ会話しない方がいいですよね、ということですね。これ第2位でした。では、堂々の第1位。この第1位はね、言われてみれば納得だと思います。納得です。で、年を取れば取るほど増えるので、皆さんも僕も含めて気をつけなくちゃいけないものですね。これ何かっていうと、大丈も俺分かってるから、私は分かってるっていう口癖ですね。まあそ私は分かっている系の口癖。 です。はい。これ何かっていうと、ダニング・クルーガー効果っていうのが効いちゃってる可能性があるんですよ。何かっていうとね、ダニング・クルーガー効果っていうのは、頭が悪い人ほど自分は頭がいいって思い込んじゃう。物事を分かってるって思い込んじゃうって皮肉な現象なんですよ。頭がいい人は自分のことそんなに頭いいと思ってないし、本当に物を分かってる人っていうのは、 自分が分かってない部分は必ずあるってことを分かってるから、ものが分かってる人っていうのはね、無知の知ってやつですよね。それで、自分の分かってないことを探そうとするんですよ、積極的に。ところが、頭が悪い人ほど自分が分かってるって思い込みたいから、自分が分かってるところしか見ないわけ。故に、頭が悪い相手のことを説得って実はしづらいんですよ。 はい。能力が低い人ほど自分の能力を過大評価して、実際よりも自分は有能だってふうに勘違いしちゃうんですね。こういう人と約束をすると、大抵本人悪気がなかったとしてもですね、この約束が果たされることはないし、しかも本人反省もしないわけなんですよ。自分はもう分かってる。だから今回間違えたのは、自分の知識に不足があったんじゃなくて、たまたま運が悪かったんだよね、みたいな。状況がさ、みたいな。 こういうこと言ってるじゃないですか。いやいやいや、お前が引き受けって言うだろうみたいな話で。そういう頭が悪い相手ほど、まあ、説得しないです、変化もしれないし、共にいても成長することはないので、まあ、話す価値な時代一位にさせていただきました、えー。ぜひですね、皆さんこういう相手を見極めて切っていくということをやってみてください。でもなんか無理に人を切るっていうとあんまり印象良くないんですけど、でもね、こう考えてください。皆さんがその今日紹介したようなどうでもいい人と過ごす時間っていうのは、皆さんが かけ声のない人と過ごすために使えた時間のはずなんですよ。だから僕もそういう人がいると、もうすぐ話を終わらせてさようならみたいにするようにしてます。なんでかっていうと、ここでこの人の話を5分聞いたら、大好きな猫や、 ね自分の大好きな人たちと過ごす時間、ワインを飲む時間とか、星を眺めたりする時間とか、そういう時間が削られるんだよな。じゃあ悪いけどちょっと聞くのは無理だなっていうふうに切れるので、だからね、結構人の話をね、どうでもいい人の話をぶった切るっていうのは、そういう考え方するとできると思うので、この話に付き合うことによって、どんな貴重なものが奪われてるかどうかえ考えてみるとですね、大きく人生がね、好転すると思いますので、ぜひ試してみてください。ただとはいえ、こういうやつらなかなかしつこかったりとか、なかなか相手をね、こう切るっていう勇気が生まれないってね、見極めが難しいって方いると思うんですけど、 そういういですノ、ね、ーという勇気を作るための方法も僕がやってる d ラボの方では解説しています。断りづらい、ノーって言いづらいみたいなふうに思った人たちがほんと数週間トレーニングをするだけでどうでもいい人ね、ノーと。 勇気を持って言えるようになる。しかも、環境も別に悪くならないみたいな。何かでは、そういう人との関係って、むしろなくなった方が良くなるんで、そのむしろね、切った方がいいあいつの関係がなくなると、人間関係の満足度が上がるんですよ。外に気づけるですね、えー、内容を紹介してます。ぜひですね、この動画の概要欄、コメント欄の方からですね、D ラボ登録していただいて、まあ、いろいろ検索してみてください。はい、話す価値がない相手とか、秒で断る技術っていうタイトルの動画とか、結構おすすめなので、ぜひ見てみてください。というわけで、続きは概要欄、コメント欄の方から D ラボで申します。バイバーイ。